気がつけば当たり前になっているってことがいろいろとあります。昔は電話といえば固定電話で、外出中に電話をしなければならなくなったら公衆電話を探していたものなのですが、誰もが携帯電話を持つようになり、それがスマホになって、今ではスマホを持っていることが一般常識的なものになってしまいました。それと同じように、2009年から始まったソマリア沖アデン湾へ海賊対処のために護衛艦を派遣するというのも、海上自衛隊の日常任務のようになっています。ソマリア沖アデン湾における海賊対処、第48次派遣海賊対処行動水上部隊として6月3日に護衛艦サミダレがアデン湾に向け出航する予定です。派遣が始まった2009年頃のソマリア沖では、ソマリアを拠点とする海賊が跋扈し、通過する貨物船を襲撃、船員を誘拐して身代金を要求するという事案が多発していました。2013年に公開されたトム・ハンクス主演の映画キャプテン・フィリップスは、ソマリア沖で実際に起きたコンテナ船襲撃事件を題材にしたもので、この事件が起きたのはくしくも2009年でした。欧州と中東、インド、アジア方面を結ぶスエズ運河の先にあるソマリア沖は海上輸送のチョークポイントであり、この海域の情勢が悪化し、民間船舶の航行に支障が起きると商船は喜望峰へ迂回することになります。喜望峰へ迂回した場合、スエズ運河を通行した場合に比べ、日数にして10日間追加経費として約50万ドルが必要になるとされています。そのため、この地域の海上交通の安全を確保するために、米軍を中心とした第151合同任務部隊が結成され、現在海上自衛隊もこの部隊に参加し、海賊対処に当たっています。各国から派遣された水上部隊の監視の強化により、ソマリア沖での海賊事件は減少していましたが、2023年10月7日パレスチナ・イスラエル戦争が始まり、イラン・イスラム革命防衛隊コッズ部隊の強い影響下にあるイエメンの武装組織フーシ派が航海を通過する商船の攻撃を行うようになり、ソマリア周辺の情勢が悪化すると、海賊たちは活動を再開、不法操業中の多国籍の漁船の襲撃を成功させ、11月にはタンカーの打砲を一時的ですが成功させました。2024年に入っても襲撃は続き、5月末までに4回の海賊による商船の襲撃が報告されています。また第46次派遣海賊対処行動水上部隊として派遣されていたあけぼのの約 18.6 キロ離れた場所にシーフ派が発射したミサイルが着弾するという事件が発生しています。毎年のように派遣され、近年では何も起こらないことが通常となっていたソマリア沖海賊の対処活動ですが、ここに来て再び緊張の度合いが高くなってきています。このような事態を受け、派遣される艦艇には弾道弾ミサイル対策の装備追加を行ったとのことなのですが、緊急に追加できる対弾道弾ミサイル装備があるものかと疑問に思ってしまうのですが、それはまあそれとして、何はともかく6月3日にサミダレはアデン湾に向け呉を離れます。無事帰ってくることを祈りつつ、この動画は終わるのでした。